今回は東洋医学の考え方の中の図の小学説の「肝および「関係」等のお話をさせていただきます。 小学説は東洋医学の中でもとりわけ重要です各領域の整理・病理を一つ一つご紹介していきます今回は肝および肝に関連する領域の特徴や働きをイメージしていただくよう進めてまいります最後に4択問題をご紹介させていただきます 前置きですが、定義づけをしておきますので、覚えておきましょう。まず、関連領域です。これは、臓腑と関連する組織や機関のことで、合わせて5行を中心に説明いたします。そして、系統です。臓器の機能領域のことです。肝、心、肺、肺、人、 それぞれの臓器の系統ということです。次に、この場での、整理という言葉には、作用や特性を当てて述べることがありますので、少し混乱しますが、理解していってください。作用は、臓腑の機能のこと、特性は、機能の特徴を示しています。また、病理と病床という言葉も似ていますが、病理は症状、 病床は診断名と解釈してください関係等の関連領域です管と炭は造夫なので陰と陽の関係つまり表裏関係にあります根は施策評価判断という精神活動を担います 肝が出張するとこれらの精神活動が鈍ります童話肝の機能失調で危機の過剰な上昇により起こります肝は目に解凶すると言われ肝の機能が目に反映されます涙は目を保護し潤し作用があります肝は血量の調整を行います 目も同様、しています。ですので肝が失調すると目に影響を及ぼします菌は菌人体筋膜筋組織に相当し肝の持用を受けます爪は菌よとも呼ばれ同じく肝の持用を受けます酸は修練固住という働きがあり 菌などの動きを固くします。気候の風は女子法であり缶と密接な関係があります生理特性です缶の特性は上達と昇発です上達は樹木が太陽に向かって伸びていき隅々まで行き渡る様子を表しています上達という特性が阻害されると 気が停滞します。なので気体の症状が現れます次に小発です小発とは機器の方向性が上外へと向かう特性のことです小発がうまく働かないと機器が過剰に上昇し頭痛やめまいを起こします生理作用と病理ですまず蘇折です 組折とは生理作用を水道させる機能のことです機器の調整を図り正常に働かせ生理物質の作用を発揮させます機器の調整不能で機体になることから強禄物や腹痛便秘になります血の水道出張で血をになり月経痛関節痛便秘に心液の停滞で痰質になり体が重たるい感じ 不死が起こります。上司の調整もします。機能を安定させ、改善や緩和にも働きます。危機器が更新することを、疎折の退化といい、急走の状態になり、起こりっぽくなります。逆に、危機器が停滞することを、疎折の普及といい、欲打つ感、気分が落ち込むなどの症状が出ます。非の補助としての作用は、 主に中小での機能として消化の促進、単汁の分泌促進をしたりします。これが停滞しますと、日々の機能失調を起こします。月経の調整もします。女子法に関係する小脈や人脈に血を送る機能も有します。失調すると、月経痛、月経不順を起こします。続いて、造血です。 臓血とは血の貯蔵血流量の調整する機能です血を必要に応じて貯蔵し出し入れも完備しながら全身の血流量を調整します覚醒時には全身にめぐらせ睡眠時には臓腑の需要に使えます肝の血を肝血と言いい血は陰に属することからそのものを肝陰と言います 関血が不足しますと組織や機関の需要不足にもつながり転筋痺れといった症状を起こしますまた粗節が更新し増血できなくなるとバランスが崩れて出血傾向になり吐血滑血軸血放浪となります炭の生理と病理です ンは、胆汁の貯蔵と排出を担います。缶で生成され、消化時に排出され、火の機能を助けます。胆汁の排泄機能が失調しますと、上逆して、効果を訴えます。また、溢れ出すと、横断を発します。またンは、決断という、精神活動を担います。胆汁を、成獣ともいい、 単は、精神活動と密接な関係があります。機能が失調すると優柔不断になりビクビクおどおどしたりします女子胞についてです女性生殖器である女子法は胞球とも言いますちなみに男性生殖器のことを性質と言います女性は14歳前後には腎機が旺盛になり 天気と呼ばれる生殖機能の促進物質を酸性するようになります月経が始まると体重を生育する能力が備わります助手法は性血とは関係が深くその性すを見ることが重要となってきますまた肝胆それから小脈人脈毒脈とも関係が深いです小脈は血管とも呼ばれ 十二経脈の血が集まるところと言われています任脈は陰脈の解ともいい陰経の経脈が集まるところ毒脈は葉脈の解ともいい陽経の経脈が集まるところとされています女子法の整理と病理ですまず女子法は月経を司ります肝は小脈や任脈に血を供給し調整 水道を行います生殖には腎も欠かせません腎は天気の酸性や肝とともに除脂法を多く機能異常になっています月経は一定量の血を排出する生理現象ですがこの時期に近づくと粗折に変動を起こしやすくなります気が滞ったり機が上昇すると頭痛急走不安感めまい 入房の主張といった症状が起こり、皮気が漁損しますと、骨折作用が失調し、軽装になり、腎尿が漁損しますと、月経異常が起こります。それから、妊娠を司ります。胎児を保護し、発育させる機能があり、栄養補給は、小脈、妊脈によって行われます。これらは、 肝・腎が正常であることとも必要となってきます。肝腎が失調しますと不妊症になりますし清潔不足になりますと流産になったりします妊娠時は胎児への清潔の供給をしているため母体は清潔不足に陥りやすくなります胎児は陽性なので母体もように傾きやすくなりますそれから出産は生理物質を消耗するので サだサイアは気・血・性の不足による疾患の原因になることがあります肝の病床ですまず肝鬱・気体です肝気・鬱血とも言います上肢の変化で素節が失調しますと 気体や気鬱といった状態になります。気が滞ると精神・抑鬱が出現し、気が更新しますと急走や怒りっぽくなります。気体などの症状が上司に影響し、上司の変化がより気を滞らせるという悪循環を起こしやすいのが特徴です。迷惑は現です。上司の失調による気体の症状が多いのですが、冷え ホテリなどの寒熱の変調は見られないのがポイントです。寒化上演です。寒打つ期体が進行しますと、寒化が上演し、軽絡に沿って気が上逆します。気の更新で急走や怒りっぽくなります。迷惑は現、弦、作。絶室はこうです。寒打つ期体の気用があるかがポイントです。 挙です。間欠不足で組織や器官の需要不足になります特に金、銘爪の栄養障害月経障害が顕著です銘の栄養不足で木科目,目下になり金の栄養不足で転筋しびれが起こります血の不足では唇眼鏡血膜がタンパク色になったり不眠にあたむといった睡眠異常を起こします 脈質はタンパクです血虚症状に加え肝領域の所見がポイントになります肝陰虚です肝陰不足で隠居となり陰熱が生じます自順、明生作用の低下で機能が失調します目の潤いの低下で目下、目重。金の栄養不足で転勤 陽の抑制する能力低下で投函が起こります。脈は、犀で、咲く。絶質は、硬。絶対は、小です。全身性の隠居症状と肝領域の所見がポイントになります。肝陽上厚です。肝心の陰液不足で、肝陽が更新します。気血が頭部に集中してしまうと、めまい、実、頭痛、 目的になります。虚熱でほてり、のぼせに。腎の機能失調で、腰質散乱に陥ります。脈は、弦で再削絶質は、こうです。肝の実証の症状に加え、隠居症状であるのがポイントになります。本拠・標実の症状です。肝と胆の関係性です。胆の単独での病床は少なく、 肝や心の技能失調が波及し、病床として現れることが多いです。肝、胆は、表裏関係で、相互に影響を及ぼします。消化では、強調して消化機能を補助し、精神活動では、秘策、決断を担います。病理は、肝の熱が胆に電炎して起こります。肝、胆の病床です。肝、胆・湿熱は、 内熱が熱を帯び、失熱が簡単に影響し、実熱が生じます。粗折失調で疼痛が出現します。関係、胆偵に疼痛が起こると、強力物、甲区、黄断になります。胆偵に熱が伝染すると、めまい、耳鳴りが起こり、失熱により、熱がり、心熱、多汗になります。脈はかつ、絶質はこう。 絶対は脇、地、甲区、横断、脇通のオムがポイントです。補足ですが、簡単化王は、簡単湿熱の前駆段階です。では、四択問題をご紹介したいと思います。単の負の作用で正しいのはどれか。一 心液の生成をつかさどる2大弁の排泄をつかさどる3栄養の吸収をつかさどる4決断をつかさどる正解は4番です祖節を司る像はどれか一、か ん、はい4人せいかは1番です今を宿しケツを増するのはどれか1かん2しんん、ひん、はい 正解は、1番です。金や目に関係する像はどれか。1. 関 2. 心 3. 非 4. い。正解は、1番です。 肝を破りやすい病院はどれか。一。妻を亡くし気力がわかない。二。炎天下で野球観戦をした。三。水を多量に飲んだ。四。口論で逆上した。正解は。四番です。 症で見られる症状はどれか1腰がだるい2皮下出血がある3手足が冷える4目が乾燥する。正解は四番です。いかがでしたか この蔵小学説はとても重要です慌てることはありませんゆっくりじっくり覚えていきましょう